皆さんこんにちは。今日はね、2021年3月14日日曜日でございます。私はね、今ね、JR 内房線のね、木更津駅に来ております。今回の動画ではね、昨日デビューしたばかりのね、新型車両131系に乗車してね、葛西一宮駅までね、行きたいと思います。ではね、皆さんよろしくお願いします。今回私が乗車する車両、はね、9時29分発のね、ワンマン2両のね、葛西一宮駅です。でね、この電光掲示板にはね、ちょ書いてないんですがね、この列車はね、鴨川経由なんですよ。だからね、この列車はね、この木更津からね、ずーっと内房線を走ってね、で、立山でね、その乗り換えなしで、そのまま直通してね、さらにその先に、鴨川ではね、内房線から外房線に直通してね、で、葛西一宮まで行くっていうね、大体ね、房総半島を半周するようなね、列車なんですよ。でね、もともとね、その房総半島をね、その一周であったりとかね、その半周するんであればね、大体立山とね、鴨川で乗り換えが必要だったんで、ね、こんな感じにね、直通する列車っていうのはね、なかなかね、見ないようなね、その列車なんで、見なかったっていうかね、いなかったようなね、その列車なんですよね。で、ね、さすがね、列車が来るのをね、待ちたいと思います。ではね、列車がね、やってくるようなので、撮影してみたいと思います。そして、ちょうどね、今ね、あれ、左側の方にね、今までね、房総半島主力として活躍してたね、209系がいるんで、この人見比べてほしいんですかね。いや、13系、北京、綺麗だ。いや、綺麗だな、これ。で、これほら、見てわかると思うんですかね。左側のね、209系はね、ずっとね、房総半島で活躍してたんで、もうね、色がね、もう茶色っていうかね、もう茶色になっております。で、これよくね、海とかでね、サーフィンとかそういうね、海で遊ぶような方はね、日焼けでね、茶色くなってますけどね、場所的にはね、まさかにね、日焼けでしちゃってね、4ばかりのね、茶色さくらいですけどね、見てください、昨日デビューしたばっかの131系は、錆びるというね、もう概念がね、全くありません。もうピッカピカ。もう房総半島ね、もうこんな綺麗な列車見たのね、もう何年ぶりかっていうぐらいね、綺麗な列車です。そして、行き先表示にはね、ワンマン葛西一宮駅。いや、なかなかすごい表示ですよね、これも。で、この131系はね、今ね、この、端っこの方に、ね、画像を出してるね、E129系っていうね、新潟地区で走ってた列車にね、偽で作られてるんですかね。もう私はね、こっちのね、形式なんていうか忘れちゃったんですかね。電気機動車、ローカル線で走ってるようなね、新型の機動車にね、似てるような気がね、ずっとしてました。そして生で見たらね、結構ね、E235系とね、ちょっと偽で作ってるところがね、多い気がしましたね、その性能とか。そして、そういな、運転台のところのね、扉のところがね、下までガラス張りになってますよ。後でもっと紹介しますわ。そしてね、LCD はこんな感じ。LCD はね、2つついてないんですよね、131系は。こんな感じで、1つしかついておりません。そして、ね、こんな感じで、ね、ついてないところもあるんですよね。車椅子のご利用のお客様は、これね、これ左側にあるね、その注意が来てなんかあった時のためのね、針が置いたやつがね、もう LCD にしかね、この位置にあると見えないわ。そしてね、これはね、ドアを開けたり閉めたりするね、ボタンでございます。で、ね、もう少しで発車です。そしてね、列車はね、木更津駅をね、発車するようです。そして列車はね、木更津駅を発車。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は外房線直通葛西一宮行きワンマンカーです。この電車
車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はつり革、手すりにおつかまりください。次は秘密です。 This is a Sotobo line train for Kazusai Kitomiya. This train is not only one track. The next station is 秘密. Their price is most hot. Please offer your seat to those who may need it. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident. So please be careful.でね、今皆さんにね、車内放送をね、お聞かせしたんですがね、この車内放送の声ってね、前のね、横須賀線とかね、総武快速線とかってね、声変わりました。なんかね、今までなかった声だなってね、いうのはね、ちょっと思いましたね。そしてね、列車はね、次の停車駅はね、君津駅でございます。でもこのね、次の君津駅から先がね、すごいね、まあそのローカル感というかね、まあその単線のね、結構ローカル感満載のね、感でね、入っていくんですよね。ではね、まあ引き続きね、乗車していきたいと思います。ねえね、私はね、乗車への紹介をしていくんですがね、一番前のね、前面展望はね、もう人がいっぱいいてね、あまりね、今撮れるような雰囲気じゃなかったんでね、でね、逆にね、後面展望ね、人が全然いなかったんでね、ちょっと、じゃあまずね、運転席から見ますか。まあ、運転席はこんな感じ。まあ、これね、スピードメーターがね、デジタル式じゃないのがね、ちょっとね、特徴なんですよね。なんかちょっとアナログ感ありますよね、これやっぱ。最近の電車ね、やっぱデジタル式のやつが多いからね。モニターのところにはね、あれ、なんか運転士さんのやつなのかね、車掌さんモードなんかね、選ぶものがね、ついていたりします。で、まあ、ワンハンドルマスコンでって、どれですかね。まあ、運転席はこんな感じ。窓ですよ。窓というか、このとこ、窓というか、ね、ここですよ。いや、でかいでしょ、これ。これね、私のね、膝よりもちょっと低いぐらいのね、ところまでね、このガラスがあるのがね、ちょっと特徴です。後面展望は本当に見なかったんでね、もう撮り放題でしたね。いや、これ結構開放感ありますわ、この。ガラスのところが結構下まであるからね。まあ、そしてこっちはね、こんな感じになっております。それにしてもね、この開放感はね、結構特徴的だなってね、個人的にはね、結構思いました。ではね、まあ、お次はね、トイレの紹介をしたいと思います。トイレはね、こんな感じでボタンを押したらね、自動的にね、開くようになっております。これはね、209系も同じだった気がしますけどね。で、まあ、中はこんな感じ。まあ、これもちろんね、閉めるのボタンを押したらね、自動的にドアが閉まります。お出口は、右側です。降りの際は、電車が止まってから、ドアに。そして、列車はね、どんどんかっ飛ばしていきます。いやー、早い。そしてね、列車はね、君津駅に到着いたします。でね、ここでね、ドア開閉ボタンをね、まあ、それ、押して遊びすぎるのはね、あんまり良くないと思うんですけどね、前、なんだっけ、横須賀線23号の時にね、それで遊びすぎて、なんかドア、ボタンが壊れたとか、なんかそういうの、ちょっと話題というかね、話になってましたからね。あんまりね、遊びすぎるのね、ほんと良くないと思うんですけどね。まあ、今ドア開いてるんで、これもね、閉める分ぐらいにはいいと思うんですよね。誰もいないから、まあいいよな。まあこんな感じ。これ以上に、まあその開けるのボタンを押して遊ぶとかね、まあそういうのはね、まあ実際はね、しません。まあ、これで壊れたらね、もう、あれもう本当にね、もう一大事ですからね。列車はね、君津駅を発車いたします。でね、ここでね、皆さんにね、もう一度ね、車内放送をね、聞いてもらいたいと思います。
この電車は、その後線直通、はずだきのみや、わこの電車には、優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。電車は、事故防止のため、やむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様は、釣り革、手すりにおつかまりください。次は、青森です。This is a Southern Modern train for Kazusa-Ichinomiya. This train is stopped only one time. The next station is Aokori. There are 5 seats in both cars. Please offer your seats to those who may need it. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident. So please be careful.でね、今のはね、まあ、別にレアでも何でもない、普通の車内放送なんですけどね、まあ、皆さんに、ね、今なぜ聞いてもらったかっていうとね、まあ、この、君より先っていうのはね、今までね、あれ、あまりね、この、快速列車、217系とか233系とかでね、そういう列車がね、あまり行ってなかった区間にあるんですよ。でね、209系っていうのはね、自動放送ついてないんでね、こっから先の自動放送っていうのはね、今までね、多分聞けなかったんじゃないかな。館山直通のね、217とかが行ったらね、まあもしかしたら聞けたかもしれませんがね、まあ行ったとしてもね、そういうのほとんどいなかったはずなんでね、まあ、特急列車はまあ別ですからね、まあ、普通列車でね、自動放送を聞けるっていうのはね、ここから先に多分ね、まあ、今回が初めてかね、まあ、普通に聞けるようになったのは少なくとも今回ね、初めてだと思うんですよね。まあ、だからね、まあ、皆さんにね、お聞かせしたというわけです。そしてね、列車はね、お隣のね、青堀駅に到着いたします。でね、ここでね、一回ね、またね、あれ、開けるのボタンをね、一回だけね、ちょっと押したいと思います。で、まあ、これ電気がつかないと押せないんですよね。そして、押せます。まあ、こんな感じ。まあ、でね、まあ、これ以上ね、まあ、押そうとはね、まあ、思いませんね。まあ、後からね、まあ、このドアで、まあ、必要が入ってきたりしたんでね。まあ、無駄にはならなかったでしょう、多分。そして、おぉ、すごいのね、おい、今ね、この反対、この駅で行き違いするんですね。反対方向でしょうね。131系っぽいんですよね。でも、まあ、これね、青堀駅多分無人駅なんでね、私今大回り中なんですよ。まあ、大回り、これ無人駅でね、降りた、列車から降りたね、途中下車ってことになっちゃうんでね、降りられないんですけどね、こっからも撮影できてるんですけど、おー、やっぱ来たよ、131だよ。この131系同士の違い。まあ、これ今ね、カメラもね、列車からちょっと出してるんで、まあ、この私が乗ってるのも131で、まあ、向こうも131って多分ね、分かってもらえると思います。ちょうどここいいと思うので紹介したいと思うんですけどね。今運転席のね、運転席の上のところにね、変なのついてるの分かりますか？四角っぽいやつね。で、これ何かっていうとね、こっちで、ね、まあ、紹介できるんですよ。こっちも131だから。で、まあ、今これついてないんですけどね。まあ、これね、運転席のところではね、まあ、あそこにね、まあ、モニターが表示されてね、まあ、あそこの四角いやつで撮影したね、あれ、ものがね、ちょっと映し出されるんですよ。この列車はね、ワンマン列車のためね、まあ、車掌さんがね、まあ、ホーム上の安全を確認できないためね、まあ、運転手さんがね、あそこはホーム上の安全を確認できるというね、まあ、そういうね、ワンマン列車のね、そういうなんか設備なわけです。まあ、これはね、まあ、この131系の他にもね、常磐線のね、531系とかにもね、ついてたりしますね。まあ、531もね、あれ、三田より先とかね、まあ、そういう田舎の方の間に入っていくとね、まあ、ワンマン運転をするはずなんでね。そして131系が発車してきます。そしてもうまもなくね、こちらも発車するんじゃないかな。そしてね、私が乗っている131系もね、発車いたします。いや、でも、まさか131同士の行き違いが見られるなんてや。もう私今回131系見たらね、もう動いてるの見たら初めてですかね。まさかこんなものが見れると。ではね、引き続き乗っていきたいと思います。そしてね、そろそろね、向こうに、ね、海が見え始めたんですよ。ちょっと今ね、見えないようですかね。
見えるかな、ちょっと。さっきちょっと虫見えたんですけどね。あれ、海は見えないわ、まだ。あの、すいませんね、あの、こう、海は見えないんですけど、富士山が見えるんだ、向こうに。あの、これはね、多分ね、あの、東京湾を挟んでね、向こう側に見えるってことだと思うんですけどね。まあ、もう少ししたらね、あの、海の向こうに富士山っていうね、まあ、絶景を見られる、見ることができます。そして、ね、まもなくね、じゃあ、佐々木町に到着するんですけどね。もうこれね、あの、まあ、ちゃんとね、まあ、この LCD ではね、まあ、この、ドアがどちらか開くとかね、まあ、そういう開くようなね、モニターも表示されます。そしてね、まあ、こんな感じに、ね、半自動ドアだっていうこともね、ちゃんとね、ご丁寧にモニターで表示されます。もうこれ実際ね、あの、ま、今までね、あの、外防線、内防線っていうのはね、あの、ま、209系ってね、まあ、車掌さんがね、ドアをのね、開閉をしていたんで、ね、まあ、あの、結構ね、あの、地元の方とかもね、あの、半自動ドアにね、あの、困惑されてる方とかもね、結構いたね、イメージがありますね。結構いました。そしてね、あの、このね、あの、終着のね、あの、上総一宮がね、あの、行き過ぎが多すぎて、ね、まだね、あの、見ることができません。そして、ね、いよいよね、海が見えてきました。ここからがね、房総半島のね、醍醐味でございます。房総半島のね、まあ、この大前乗車とかね、まあ、そういう乗車鉄道といえばね、やっぱこの海でしょう。まあ、これがね、やっぱ房総半島の、ね、鉄道の、ね、醍醐味だと思います。そして今到着してきたどこかな。上総湊か、これ。で、この上総湊駅はね、あの、まあ、こんなね、あの、まあ、こんなこと言ったら、あれですけどね、ちっちゃい駅ですけどね、あの、まあ、この上総湊名前の電車もね、あの、設定されるような、ね、駅なんですよね。そして向こうにはね、房総のね、トレードマークとも言えるね、菜の花がね、咲いています。まあ、実際ね、まあ、この小さい地形もね、海がね、水色とね、黄色ですけどね、まあ、水色はね、まあ、海ですけどね、黄色はね、菜の花をイメージしています。そして、まあ、その、菜の花とはもう一つのね、房総のね、イメージ、海がね、見えてきました。いや、絶景だなぁ。そして海の向こうにはね、富士山が見えます。この東京湾の絶景、いや、綺麗だなぁ。もうこれはね、もう感動しますね。心が現れるよ。いや、ほんと絶景だ。そしてね、ここでね、ちょっと座席の紹介をしたいと思うんですけどね。まあ、この座り心地はね、まあ、普通なんですかね。まあ、この座席の色もね、あの、黄色とね、青となっていますからね。まあ、さ、これもね、まあ、同じように黄色はね、菜の花。そして青はね、帽子の海をね、イメージしてるんだと思います。そして、まあ、セミクロシートはね、まあ、人がね、座ってたんで紹介できません。すいませんね。そして、まあ、この上には、ね、まあ、このドアコックのところがあってね、まあ、このドアコックっていうのはね、まあ、もしなんかあったね、電車に閉じ込められた時とかに、ね、使うものなんですかね。もうこれ、海際を走る列車ならではですよね。もうこう、津波が来た時に使ってくださいとかっていうのをね、もうご丁寧に書かれております。そしてね、列車ね、これは何駅って言ったかな？ちょっとわかんないんですけどね。この駅最高ですよね。もう駅からね、もうこの海が見えるって。しかもこの駅さんはね、まあ、いい雰囲気がね、ありますからね。いや、これはなんとも最高だ。で、まあ、この名所案内のところにもね、まあ、その釣り場とかって、ね、まあ、その海が近いんだなっていうのをね、もう思わせるようなものがあります。いや、でもこれ冗談抜きでね、まあ、この景色で、ね、まあ、飯三杯行きますよ、ほんと。いや、ほんとこれね、もう綺麗にね、もう一言しか出ませんね。そして、まもなくね、列車はね、この駅をね、発車いたします。あ、これはね、竹岡って駅みたいですね。ただね、実際に竹岡駅を発車。多分ね、この後もね、まあ、ちょっと私、暴走をお参りしましたけどね、まあ、ここまでね、景色が綺麗だったらね、多分ここだけだと思います。いや、ほんと景色が綺麗だった。そして、まあ、この竹岡駅を出てもね、なおね、まあ、ずっとね、海が見えます。まあ、房総半島の鉄道はね、もうすごい海を走るんでね、ずっとね、海がね、すごい綺麗なんですよね。そして、
本当富士山が綺麗ですよ。いや本当ね、もうこの綺麗な海、これね、あの道の駅なんかなんかちょっとよくわかんないんですけど、まあそこからもね、まあ、普通に、まあ、景色を楽しんでる方がね、まあ見えましたね。そしてまもなく列車はね、浜金谷駅に到着いたします。でもこの浜金谷駅の近くにはね、あれ、金谷港っていうね、まあ、港があってね、まあ、そこからね、東京湾フェリーという船で、ね、三浦半島にひとっ飛びてきます。そしてね、これはね、多分これ浜金谷駅なのかな、駅に到着したんですけどね、またね、まあ、この列車はね、131系とね、行き違いをします。131ね、もうこんなにいるんですね。いや、また見ちゃったよ。そして、鉄道マニアも、大忙しい。まあ、見ちゃうんですけど、じゃないですけどね、結構今回もね、鉄道マニア乗ってましたね。そして、まあ、向こうに131系が発車していくのが見えます。そしてすかさずこっちもね、お発車いたします。今日はね、ほんとね、今天気がいいんでね、すごい恵まれてましたね。次は太田、お出口は右側です。そしてまだね、海はね、まだね、すごい綺麗な海がね、見えます。そしてまもなくね、列車に岩井駅に到着いたします。これね、私の小学校の時の思い出なんですがね、これね、小学校の6年生でね、移動教室でね、この岩井にね、行ったね、記憶がありますね。まあ、それだけで。そしてね、楽しいことをしてるとね、ほんと時間の流れっていうのは早いもんでね、もうまもなくね、列車ね、立山駅に到着いたします。そして、ね、前の方にね、立山駅のね、有名なね、南国風のね、駅舎がね、見えてきました。木更津からね、まあ、1時間ちょいぐらいかな。いや、ほんとね、まあ、私ね、ずっと遅れ立っててね、結構足とか痛いっちゃ痛いんですけどね、まあ、ほんとね、楽しいことをしてるんですね。もう時間の流れっていうのは早いものです。そして、なんと驚くことに、立山駅でもね、反対側にね、131系がね、いました。誰がどっからどう見てもいい131系。そしてね、まあ、131系もね、反対側の131系がね、先に発車していきます。多分ね、この列車が来るのを待ってたってことなんでしょうね。まあ、さっきから見てるいい131系もね、まあ、一番最初のやつはどこかがちょっとわかんないんですけどね、まあわかんないけど、まあもしかしたら葛西一宮から来たやつかもしれません。そして、ね、すかさずね、こっちの列車はね、思わぬ発車いたします。そしてね、私の列車、乗ってる列車もね、立山駅をね、発車いたします。今、ここから先ね、阿波小湊まではね、まあ、内房線なのか外房線なのか、ちょっとどっちかよくわかんないね、路線なんですかね。まあ、一応ね、これはね、まあ、内房線ということになっております。大体ね、まあ、今まではね、まあ、この立山駅に、まあ、その乗り換えが強いられてたんで、ね、まあ、これをね、もう直通で行けるっていうのはね、まあ、なかなかにすごくいいんじゃないですか。いや、そして乗り換えだし、行っちゃったよ。なので、まあ、私は引き続きに、ね、乗車していきたいと思います。そしてね、列車はね、これね、先ほどね、木更津駅をね、先ほど立山駅をね、発車したってところなんですけどね。で、私ね、今日ね、これ実はね、朝ね、5時半にね、ご飯食べてね、6時にね、家を出てきたんですよ。で、まあ今の時刻がね、まあ11時前ぐらいなんですけどね、本当に空腹でね、死にそうなんですよ。で、まあね、これね、一応ね、今日ね、朝ね、東京駅でね、駅弁を、ね、買ってきたんですよ。これね、
パー合計踊り子記念弁当、これ買ってきたんですけどね、これさ、ね、これ今日ね、あのボックス以上はね、もう全部埋まってたんですけどね、さすがにね、イケメンはね、あの、ロング、薄レシアのロングシールだったらね、いくらなんだ、ちょっとまずいかなってね、あの感じがするんでね、まあでもさすがに食べない方がいいですよね。いや、さすがにロングシールだったな。でも本当に空腹でやばい感じなんですよね、今。そしてね、列車はね、あの、伊見駅にね、あの、到着いたしました。で、この伊見駅はね、結構面白い駅として有名です。っていうのもね、これね、まあ、これだけだとね、ちょっとわかんないと思うんですけどね、この伊見駅っていうのはね、あの、この駅舎と郵便局がね、あの、同じになっているんですよね。いや、面白くないですか、これ。そして、ね、まあ、この郵便局のね、あの、ガラスのところにはね、まあ、この美しい資産一気に反射しております。でもね、郵便局と駅舎が同じってね、ありそうでないですよね。いや、面白い駅だ。お待たせしました。そしてね、大阪のね、ここでもね、もう131系というね、違いをしました。いや、本当によくね、131系とのね、行き違いをするものです。そして向こうもね、ワンマン木更津駅ですからね、まあ多分ね、あれ、葛西市の宮から出発してね、阿波鴨川でね、外房線から内房線に直通してやってきた列車だと思います。そして、ね、一足先に、向こうの列車がね、先に出発していきます。そして、もう間もなくね、これ、私が乗ってるこっちもね、出発すると思います。そして、私が乗ってる列車も出発いたします。ではね、私は引き続き乗車していきたいと思います。そして、なんて綺麗な海だ。これね、内房線でも結構有名なね、ポイントなんですけどね。これはね、もうね、あれ、路線名こそね、内房線ですけどね。まあ、これもう外房の海に出てるんでね、いや、海が綺麗ですよ。太平洋、東京湾の海もね、南房総の方に来ると綺麗になったんですけどね、場所によってはね、やっぱね、航空地帯とかあるわけですからね、汚かったりするんですよね、外房の海もね、東京湾と比べ物にならないぐらい綺麗です。そしてね、列車はね、どんどん進んでいきます。いやー、そしてね、海が綺麗だ。でね、これ今思ったんですけどね、このね、弁当ね、こうやってね、こう食べたらね、青弁当食ってる感ない、ないからね、まあ、食えるんじゃないかなってね、青くて思ったんで、もしあちょっと食べようかな。ほんとね、空腹でちょっとやばいやん。でも、まず今これね、元の紙を取ってね、でもこれはせっかくの記念ですからね、まあ、置いとこうと思います。で、まあ、これを中をちょっと開けたいと思います。中はこんな感じ。いやー、豪華だ。そしてね、列車ね、今お弁当を食べようと思ってたらね、ちょうどね、ここすごい結構大事なポイントなんですけどね、阿波鴨川駅にね、到着しました。ここはね、なかなかすごいポイントですよ。っていうのもね、今までね、まあ、この阿波鴨川とね、阿波鴨川でね、内房線と外房線で、ね、系統分離がされてたんでね、ここを直通する列車っていうのはね、もう何十年もね、なかったんですよ。だからね、ほんとね、まあ、これはね、結構ね、すごいポイントだと思いますよ。そして、この列車は遠い距離でね、外房線に直通します。そして、ね、列車はね、私はこの列車が降りないままね、阿波鴨川を出発しましたよ。いやー、すごい。もうね、もう無人駅じゃないんでね、一回降りて写真とか撮ることができたんですけどね、もう私はね、まあ、お弁当を食べようとしてるからっていうこともあるんですがね、まあ、この、何よりも、ね、この列車がね、直通だっていうことをね、分かってもらうためにね、もう私この列車が降りませんでしたからね。そしてね、列車はね、アーカも可愛くね、本当に出発しちゃいましたよ。これ今思ったんですかね、まあ、これお弁当を食べようと思ったんですかね、もう異変ね、まあ、この袋の中に出てたらね、もう食べにくいことが、ね、分かったんでね、まあしばらくね、まあ、この終点の葛西一宮までね、まあ、あと1時間ぐらい着くんでね、まあ、あれ葛西一宮までね、我慢したいと思います。
して次の停車駅はね、川小湊駅でございます。そしてね、この列車の次の停車駅はね、ちょうど今日から1年前に開業した高輪ゲートウェイ駅のね、もう兄弟なんじゃないかなっていうようなね、駅名のね、滑川アイランド駅でございます。でもこれね、なんでね、このアイランドとかってついてるのかっていうとね、これね、何年までだったかちょっと覚えてないんですけどね、昔ね、この駅の近くにね、滑川アイランドっていうね、遊園地があったんですよ。で、まあそこのアクセスのためにね、まあこう、滑川アイランド駅もできたんですけどね、まあこう、滑川アイランドはね、閉園してしまってね、で、まあこのね、駅名とね、まあこの駅だけが残ったっていうね、状態になってるんで、ね、今はなんもないところに、ね、まあこの滑川アイランドとかっていう駅があるわけなんですよね。そして向こうにね、少しね、外方の海が見えました。これ私結構ね、魚釣りがね、実はね、まあ、好きなんですけどね、まあ、その、房総半島とかにね、行ったことあるんですけどね、やっぱね、地方とね、外方の海がね、もう全然違うね、印象、イメージがね、ありますからね。そして、まあ、こんな感じで、ところどころ海が見えるんですけどね、列車はもう少しでね、勝浦駅に到着するんですけどね、勝浦の手前で、ね、すごいね、海が綺麗に見えるところがあるんですけどね、ここにね、なかったようです。そしてこっちが、いや、本当に海が綺麗ですよ。ところどころにね、サーフィンをしてる人なのかな、まあ、ちょ、よくわかんないですけどね、まあそんなような人も見えます。感動ですよ、この景色は。内側のね、海も綺麗でしたけどね、外側の海もね、もう、まあ、なかなかいいのはね、もう綺麗さです。そしてこれはね、どこの駅なのかな、ちょっとわかんないんですけどね、もうここでもね、またね、1対1系とね、行き違いをしました。まあ、今回私これ大前乗車して思ったんですけどね、まあ、これね、南房総と言われるようなね、地区にはね、もうこれね、209系がね、もうほとんどね、引退というかね、いなくなってね、大体ね、もう1歳にしてね、置き換わってるなっていうね、感じがね、もうすごいしましたね。なんか、209とね、行き違ってない気がするんですよね、あんまり。そしてね、向こうのね、131系がね、先に出発します。そしてね、ここはね、あれからしばらくて大原駅なんですけどね、まあ、ここではね、いすみ鉄道とね、乗り換えができます。で、いすみ鉄道は見えるのかな、運が良ければ見えるらしいんですけどね。残念ながら今日はね、見えないようです。私過去にね、一回だけね、放送の大回りしたことあるんですけどね、そのところね、まあ、いすみ鉄道はね、見えなかったですね。まあ、いすみ鉄道本数がね、もうめっちゃ少ないんでね、まあ、見えるってなかなか運がいいことだと思うんですけどね。そして向こうの方を見てもね、まあ、いすみ鉄道はね、いないようです。いや、残念だな。ではね、私は気づきに乗車できないと思います。そして、ね、今ねこれふっと横を見るとね、もう一本ね線路があるのが分かると思います。まあ、つまりね、ここの香川はね、まあ、伏線なんですけどね、まあどういうことかっていうとね、もうこのね、内房、この外房線っていうのはね、勝浦まではね、まあ、ずっと単線なんですけどね、勝浦からね先はね、ところどころで伏線の感があるんですよね。でもね、まあ、まだね、単線の感も混じってるっていうのはね、まあ、そんな感なんですけどね。まあ、これもね、関西一宮川崎はね、まあ、ずっと北西になる。まあ、そんなような感じになるんですよね。でも、ここはね、まあ、つまりちょうどね、まあ、北西の感というわけです。そしてね、もうそろそろね、まあ、いよいよね、関西一宮駅に、ね、着くというようなところだと思います。そして、長かった旅もいよいよ終わり。まもなくね、列車はね、関西一宮駅に到着いたします。そして列車はね、関西一宮駅に到着いたします。いやー、でも長かったですね。まあ、ここまでの所要時間はね、まあ、大体ね、まあ3時間くらいかな、まあ、3時間以上かな、まあ、3時間ちょいだと思うんですけどね。いやー、もうめっちゃ長かったですよ。
ヤマゴンの新型車両にね、3時間も乗るなんて経験初めてですからね。そして列車はね、上総一ノ宮駅に到着です。そして、まあ、列車を見て、まずはね、前面の写真を撮りたいと思います。いやでもね、まあかっこいいな、131系。いやでもほんとね、まあ、ついにね、まあ、こんな旅がね、終わったんだって感じなんですかね。まあ正直ね、個人的にはね、感覚的にはね、すごいね、短く感じましたね。あ、そうだそうだ、ちなみにここで紹介したいと思うんですかね。まあ、これさっきね、最初の方で、ね、紹介したね、運転席の上にある四角いモニターですかね。まあ、あんな感じでね、まあ、お客さんが乗り降りしている姿がね、もう映し出されるということになっております。そして、行き先表示幕はね、もうね、これね、あ、今ちょうど変えたのかな？ワンマン、木更津行きとなりました。ではね、最後にね、乗ってきた列車をね、お見送りしてね、終わりたいと思います。で、まあ、今ね、わーって鳴いてましたけどね、もうこれ多分地元の人だと思うんですけどね、なんかね、外で、ね、電車に手を振ってたんでね、まあ、それに運転手さんがね、まあ、答えてね、あげていました。そして、まあ、1319はね、まあ、折り返しね、木更津のね、長旅へとね、出ていきました。いやー、でもよかったなぁ。そして、ね、私はね、関西一宮駅にね、到着いたしました。いや、でもね、ほんとね、今日良かったですよ。で、まあね、ほんとね、まあ今回思ったのがね、今回ね、すごいね、時間がね、乗ったのはね、まあ3時間以上ね、乗ったんですかね、あれ、ほんとね、時間がね、短く感じましたね。っていうのもね、前に私ね、さっきも言ったように、一回ね、暴走を一周の大回りしたことがあってね、まあその時もね、まあ今回と同じように、暴走半島ね、半時計回りに回るような感じでね、回ったんですかね。その時はね、あれ、阿波鴨川までね、まあ普通の209系で行ってね、阿波鴨川からね、まあ特急若潮で行ったとかって、ね、感じで行ったんですかね。ほんとその時はね、すごいね、長く感じたんですけどね、もう今回ね、ほんとね、まあ海も綺麗だったしね、新型車両だったってこともあると思うんですけどね、ほんと時間がね、すごい早く感じました。まあね、ほんとね、良かったですよ、131系。で、まあ、この、私ね、すごいに一つね、これ疑問に思ってたことがあったんですけどね、この列車はね、まあ、今回私が乗った列車っていうのはね、木更津から発車してね、で、あれ、まあ、内房線、立山をね、乗り換えなしで直通して、で、さらにね、鴨川でもね、直通してね、この関西一の宮まで来るってね、ルートだったんですけどね、まあ、ここまでね、直通して需要あんのかなってね、すごい思ってたんですよ。でも、多分ね、まあ、部分的なね、需要をね、まあ、こう拾い上げる。ためだと思うんですけどね。思ってたんですけどね。意外とね、なんか地元の方がね、なんかまあ、これも空前ね、話、聞こえた話なんですけどね。あれ、なんか直通がいいんです、みたいな感じにね、駅員さんに言ってたりね、してたのがあってね。意外にね、これ重要があるんだなって、ね、思いましたね。まあでも本当に、まあ一三一系ね、まあこれからはね、まあどうなっていくのかがね、まあちょっと気になるところですね。本当に、まあ良かったでした。列車ですよ。まあ、今回のね、もう私みたいにね、まあ、これ、大前乗車でも乗ることができるんでね、まあ、皆さんもね、まあ、ぜひね、乗ってみてください。ではね、まあ、動画はこの辺までにしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いします。ではね、動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。そしてこれ最後に解こうと思うんですけどね、さっきね、列車内で食べ損ねた、ね、一般合計弁当。ね、もちろんね、この関西七の名駅でね、食べました。そしてね、まあ、これはね、今日買ったやつじゃないんですけどね、まあ、この間ね、買ったね、一般合計のね、ミネラルウォーターのね、ペットボトルをね、まあ、置いといたので、ここにね、まあ、今日ね、家から、家でね、まあ、お茶を入れてきてね、まあ、このペットボトルでね、持ってきたね、まあ、このお茶もね、まあ、同時に飲みました。そしてさっき車内でちゃんと見せられなかったんで、ね、今ちゃんと見せますかね。中はこんな感じ。いやーすごい美味しそうですね。そして、ね、まあこれちゃんと完食しました。見た目の通りね、すごく美味しかったです。まあ、ちなみに、ね、今回ね、ほとんどね、まあ2、3人しかね、また2、3人途中で来ましたけどね、ほとんど誰もいないね、関西一宮駅のね、ホームをね、貸し切ってね、食べたような感じでした。
ほとんど誰もいないね、ガス石宮駅で、ホームで食べるね、お弁当もなかなか美味しかったです。ではね、動画を終わりたいと思います。